山合の斜面に大小1340枚もの棚田が広がる三重県熊野市の丸山千枚田できょう田植えが行われましたこの棚田では農家の高齢化などで20年以上前から地元以外の人がオーナーになる制度を導入し水田を維持していますきょうは全国から集まったおよそ600人の家族連れらが膝のの辺りまで泥に浸かりながら1株ずつ丁寧に苗を植えていました